にちは。こんにちは。じゃあ、ゆたかさん、はい、まあね、この動画内でも、はい、いろいろ今シーズン短期決戦になったら、でもね、短期決戦って言うけど、うんうん、120やるんだろ。まあ、そうです。そんなに短期じゃないよ、考えてるほど。ちょっと短期決戦、まあ、ちょっとだなちょっと、うん、いや、まあ、どこかでね、また例えばクラスターとか発生しちゃって中止になる可能性もなき日もあるんですから、まあ、そりゃそうだな。まあ、ただ通常の143試合よりかはちょっと数が減って、まあ、ただ日程がタイトになるからさ、あ、そうですよね、まあ、ちょっとしんどいよな。はい、だったり、あの同一カード6連戦になったり、あれなんのか、本当になるっていう風な、見てます。6連戦飽きるな言ってますよね。めちゃくちゃ飽きるぞ。いや、だから大型連敗するチームもまあ出てくるな。だいつもとはやっぱ通常とは違います、ね、あれ3試合でチームが変わると気分転換になるからな、うん、それだけで。やっぱ嫌ですか。いや、嫌だな、俺は嫌だいや、調子がいい時はいいよ。悪かったら変えてくれと思うよな。いや、これで最初3連敗しちゃった日にはまだあと3つもあるんだって、うん、で、あとは交流戦がなくなったじゃないですか。で、これどう響くと思う。これはセリーグはほっとしてるだろうね。あ、セリーグの方が順位が大きく変わったケースがある。あ、まあ、例えば2015年の横浜、はいはい、割とその交流戦まではすごく調子が良かったんだよ、はい、ということで交流戦に入った途端勝てなくなってさ。あ、2015年だって最下位ですもん、交流戦。そうだろ、はい、だからそういうことを考えるとセ・リーグはホッとしてんじゃない、うん、あ、逆にね、なくてよかった。パ・リーグは稼ぎ時だったからね。ただパ・リーグの下の方は、はい、やっぱ交流戦になっても下の方、ケツの方を食らうんだよね。うん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 、うん、だから離される、交流戦で。そうですよね。だけどギリギリついていける可能性もあるから、はい、まあ双方考える、まあ、有利不利は双方あったとしても、うん、はい、まあ、どっちが有利に働くか、うん、ほっとしてるかっていうことを話すと、うん、やっぱセ・リーグの方がほっとしてるよね。そうですよね。だってあのデーブが楽天やった時に監督、はいはい、で楽天その時めちゃくちゃ弱かったじゃん、うん、デーブが言ってんの、セ・リーグで戦ったら勝てんじゃないかと思ったっていや、やっぱり いやそのぐらい迫力が違うんだよ。まあ、そうですよね。ああ、ピッチャーのその速さとかさ、はい、そういうことが違うんだ。だからそのパ・リーグの最下位とかその順位が B クラス、そこまで B クラスのチーム取ってみたら、もう交流戦よっしゃって、ここで巻き返せるぞっていう、いや、そうそうそう、っていう、うん、だったんですもんね。だからそういった意味ではセ・リーグが、はい、多分ホッとしてると。いや、そうなんですよ。だから順位表、その2005年から交流戦始まっていて、まあ、去年までのそのやっぱりね、上位のチーム見ても圧倒的にパ・リーグが多いですし、うん、強いだろ。強いんですよ。じゃあ2005年から2019年までセ・リーグ優勝って、巨人が2回とヤクルトの1回以外は全部パ・リーグ。パ・リーグです。そうです。だって俺も経験したけどさ、はい、交流戦、はい、勝てる気しないのセ・リーグ。パ・リーグにどうやおヒット打てるかっていうような感じだったの。まあ、チームももちろん DeNA の初年度だから、はい、まあ、弱かったし、うん、その年最下位なんだけど、はい、これ打てるのかなと思ったの。じゃあその横浜のコーチとかをしてた時に143試合の中の交流戦ってどういうふうに位置づけてたんですか。いや、だからもう5割いけば御の字って、うん、現状を守れば、はい、へこむだろうなと思いながらも、うん、いや、そんな勝ち越そうなんて思えない思ってなくて、いや、最初は思ったよ、はい、なんとかして勝とうと、うん、でもこれはギリギリしがみつくしかないなと思ったの、途中でやっぱそのぐらい力の差があった。あ、まあ、チームが力がなかったっていうこともあるけどね、はい、あるけど、うん、だけどパ・リーグのその迫力、はい、ピッチャーの速さ、力の、だってさ、カブレラがお前ソフトバンクにいた時、はいはいはい、一人でフリーバッティングするんだよ、はい、ヤフオクドームでその時の、はい、19本打ったね、うちのチーム全体で5、6本だよ1人に負けてるっていうのが、いや、そのぐらいパワーの差を感じるんだよそんなにですか。いや、そんなに違ったんだから、はあ、で、中畑監督と話した、はい、おい、うち何本打ったか知ってるかって、はい、全体でホームラン5、6本だぞって、うん、カブレラ1人で19本やフリーバッティングだけど入れてたっていう、はい、やっぱそのぐらい力の差を感じるんだよ。まあ、そのフリーバッティングでホームランを打ったからって勝てるわけではないけど、はい、でもなんか極端に言えばそのぐらいの力の差があったということだ。
で今ソフトバンクの話出ましたけど、じゃあその横浜とソフトバンクでやった時にホームでやったってホームラン出される、ヤフオクドーム、今度ヤフオクのあっちのドームに行ったら向こうの選手に有利ってなったら、ホームとその、ね、ビジターどっちも嫌だってことになっちゃう。嫌だよ、どっちにしたってってことになっちゃいますもんね。だから交流戦の今年ないっていうのは、はい、もう本当セリーグにとってはホッとしてると思うよ。あと交流戦で逆に不調になったりする選手とかっているんですか？ああ、それはいるよ。それは例えばパリーグと戦うことでってことですか？やっぱね、セリーグのピッチャーっていうのは単純に分けて、はい、あの変化球がセリーグは多いんだよね、はい、でもパリーグはやっぱ力でねじ伏せてくるピッチャー多いから、うん、そのなんていうの、まっすぐに弱いやつっていうのは、うん、速いボールね、はい、速いボールに弱いやつはやっぱスランプに落ちるし。あ、じゃあ交流戦開けてもダメってことですか？うん、いやいや、もう遅くなるから打てる。あ、逆に今度は打てるよ速いのに慣れてるから遅そうみたいあ、まあ、そういうこともあり得る。あ、でも交流戦で不調になって、交流戦開けてもそのまま不調になっちゃったら、ああ、もうそのチームダメじゃないですか？いや、ダメだよ、もうショックだよね。そうですよね、うん、だって同じプレーヤーで戦ってんだもん。やっぱパリーグにこけ負けしたって言ったらショックだよね。もうこれは失礼な話かもわかんないけど、パリーグの関係者とか選手に聞くと、うん、やっぱり交流戦ってホッとするって言うんだ、パリーグの選手が勝てるから。大体遅いってボールが、あ、だってあの菅野がの150キロの球、うん、普通だって言うんだ。ただ あの菅野は変化球とかコントロールがいいから打ちにくいけど、はい、うん、速さ的にはパリーグにはいっぱいいるって、あのぐらいの。あ、もう標準レベルでいいですよ。標準レベルでいいってことですね。だからもうそのぐらいやっぱボールに力、もう慣れてるんだよね、パ・リーグの選手も。あ、速い球に、速い球ですよ、ね、対応力がある。じゃあ逆にパ・リーグのバッターって交流戦でセ・リーグのピッチャーに慣れちゃうと、今度通常の戻った時にパ・リーグピッチャーの、いやいや、それは覚えてるよ、脳が。あ、それ関係ないんですね。お前、横浜スタジアムでおかわり君、お前2試合かなんかって4本ぐらい打たれたからな、ホームラン。ピンってやったら、ポンってやったらすぐ入るの。いや、すごい。いや、おかわりなんとかしろよって。だから、おかわりは、はい、あの横浜スタジアムが大好きだと。そうなんでしょうね。うん、いや、だから、おかわり君みたいに、パ・リーグの選手は交流戦大好き、セ・リーグ戦う大好きっていう選手、多かった。いや、多いと思う。やっぱ気分転換にもなるしさ、なんていうの、セ・リーグの本拠地行くと、はい、普段行かないところに行けるわけじゃない、はい、だから横浜なんかっていうのは、うん、パ・リーグの選手っていうのは全然来ないし、うん、まあ、東京ドームとかだったら、あの東京っていうのはもうみんなプロ野球選手だったら知ってるけど、うん、横浜って知らないわけじゃない、はい、だからなんかこう気分転換になったりだとかさ、うん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 、で狭いでしょ、はい、おいしいやないかってピロンっていやすごい、本当そうですよね。いや本当そうだって、パ・リーグの球場の方が広いから。基本そうですもんね。だから広島にもう行かないでしょ。はい、でもうセ・リーグの選手からあそこの焼肉うまいぞっつってでみんなとガーって行ってうまいなとか言ってよし明日も感想みたいな。いや本当だって、やっぱね、力の差っていうのは、はい、やっぱ感じるよね。いやだから今そのね話じゃないです、まあ、力の差っていうより迫力の差だな。まあありますよね、そのセ・リーグパ・リーグでもちろん、うん、いやだからその交流戦に入る前までパ・リーグのそういうバッターで調子を落としてても、交流戦でセ・リーグで調子が、ね、上がってきたら、もちろんもちろん、そのままシーズン戻ってそのままってありますもんね。だからやっぱパ・リーグの選手にとってみたら、今回ちょっと交流戦がないことがどうちょっと選手、個々の選手に影響してくるのか。まあそうだね、うん、まあでもセ・リーグは大きく変動がないから今年はね、まあそういう意味で、あの交流戦でね、はい、順位が変動するっていうことはないから、はい、まあ、セ・リーグの方はホッとしてると。まあただね、もうこけない、もう大連敗っていうのをそこだけ気をつけてってことですよね、各チーム今年、うん、ああ今年もう今年の鍵はスタートダッシュだよね。もういきなりのです、まあ、昨年の DeNA がよく頑張って盛り上げて A クラスに入ったけど、うん、最初開幕してからちょっとして10連敗かなんかしてるんだよね、うん、でもそういうことがあったらもう取り返しがつかなくなるようなシーズンになるという、うん、だからスタートダッシュと大型連敗をしない、うん、ってことです。だから投手力でエースがきっちり勝てるところが強いという。そうですね、うん、あといきなり夏がやってくるじゃないですか。徐々に慣らしてからのあの暑い炎天下の夏ではなく、6月19日ジメジメしてもう1ヶ月後にはきっともうね、まあ今年の気候わかんないですけど、
いきなりあの灼熱の夏が来た時の選手のダメージ、ダメージって慣れてないからどうなんですか。どう、うん、やるしかないいやだってプロだもん暑いや寒いやってもう言ってられるシーズンじゃないからさ。ただ外国人は嫌だろうね、梅雨時期から入るから、はい、あ、そう、不快でしょ、はい、すごく日本の梅雨は、うん、だからその不快な気候から入るっていうのはその、まあ、オースティンとか DeNA で、はい、うん、オープン戦の時から調子良かったよね、はい、でもその最初からこうスーッと入れれば、はい、そのペースは維持できたかも分かんないけど、はい、不快な通じからスタートするっていうのがどうなのかなっては思うけど ね、外国人だよね。そうですよね。今年そのプレ、12球団で新しい助っ人外国人を取ったチームって結構いるじゃないです か、うん、だかその新外国人がどう対応、それで調子崩しちゃったら、まあでもパ・リーグの場合はドームが多いでしょ。だからそういう不快さは私生活の部分で、野球やってる時は快適じゃない。あ、で巨人も東京ドームだし、あのピッチャー取りましただよね。ああ、だからまあ東京ドームだし、そこまで不快ではじゃない。不快ではないと思うけどね。ああ、じゃあ野外の、ただやっぱ野外の不快だよ野外の不快、横浜大丈夫ですか。じゃあめちゃくちゃ不快いや本当、新外国人大丈夫かな。いや、そだから心配だよ。ですよね、うん、だからその新外国人の今年の日本の気候の対応とかボールへの対応でもね、外国人ってね、意外とねそういうことをあんまり気にしないよ。もうビジネスだと思ってるから。前いた精神面が弱くてトイレから出てこなかったって試合レイノルズね、うん、あれはただ単に弱かっただけだ、ね、弱かった大丈夫ですか、今の外国人は。じゃあもうプロだから、うん、もうしっかりね、うん、やりますよ。やりますかね。やりますよ。まあね、今年はちょっとね、いろいろルールもいろんな面で変則的になりますけれども、そうだね、一体どのチームにその変則的なことがこう勝利の女神が微笑むのか。ここだよ。もう頭脳戦ですね。監督のここそこですね、はい、そこも見つつ、見つつ、はい、楽しみにしたいと思います、ね、はい、はい。